敵の石膏の間隔が短い。直に本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩み、こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら、我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました、父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。ああ、よかった、間に合ったようですね。上将か。なぜこの繁盛へ参った。無論策のためです。この窮地を打ち破るために。皆奮戦せよ。兄者の天下のため、慶州を制するのだ。兄様たちも一緒で嬉しい。兵士も頑張らないと。そしてこの雨、火は必ず水を使って攻める。まずは水系の準備を阻止しましょう。北の砦を制圧してください。すごいな、この力。どうやって身につけたんだい。さすがにまずいな。私の知略が破れようか。すごいな、銀兵。父上も喜んでいると思う。制してくださるとは、助かりました。この俺が相手だ。ヘイ、これで崖の上に登れます。水門に向かいましょう。
包囲を固め、関羽を追い詰めよ。水門は抑えられましたか。これで一安心でしょう。水形がなっていれば我らは壊滅していた。感謝するぞ、ジョジョ殿。よし、次は守りを固めましょう。誕生前の敵を撃破してください。エンレイ、宝刀殿率いる援軍が到着しました。いや、艦中からの繁盛は遠かったね。あと、こっから一仕事だよ。早々の手下どもよ、この馬房機の槍で貴様らを貫く。ここが正念場ってやつだね。頑張って敵を倒すよ。艦中から援軍が来るとは、なんとも心強い限り。いつもながらお見事な武器。さっきの出番もありませんが。公平隊、護砲を配置してくれ。これで城の守りは大丈夫だろう。カウンが繁盛、火が攻める。よし、俺たちは様子を見つつ前進だ。報告、五軍がこの地に現れました。繁盛に向かって進軍してきます。我らを攻めるつもりか。何をしている、リョモ。俺の目が聞こえんのか。もしくどもこそ目を覚まされよ。かつて神武殿が描いた天下二分、忘れか。食と命などいかほどのものか。メスタゆえか。さすが見事な腕前だ。さて、俺はこの辺で引き上げさせてもらう。伝令、義の増援が到来。加工団の軍です。水攻めはまだなっておらんのか。ならば俺がやらねばなるまい。また水門を狙ってくるのか。手が回る方は水門の防備をかぶります。お前
これ以上は好き勝手させん。自分が止めてみせん。望みとあらば容赦せぬぞ。戦い、よくぞ敵を退けた。勝ちどきをあげよ。この慶州に我らが義は届いた。これでいよいよ曹操との決戦も目前か。だが呉がこの先どう動くか、局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう、みんなで父上と共に。ああ。孔明、紫衍、俺たちの策はなったよ。これで定律は均衡を失い、見事の戦いはより熾烈。いや、今はただこの勝利を祝おう。益州へと続く空よ、この勝ち時劉備殿へと届けてくれ。